はい、では始めます。皆さんこんばんは、中継校の皆さんもこんばんは、レクセニコシ弁理商の乙美です。今日は、データから分析合格基準点を超える勉強法ということで、担当試験後のですね、これから来年の試験に向けての、ちょっとお話をですねさせていただきたいと思っています。今日はですね、レジュメをちょっと簡単に一部用意させていただいたんですが、それに沿って、ちょっとお話を進めていきたいと思っています。で、担当試験まだ基準点発表とか、合格発表を、まだこう終わっていない状態ですので、いろんな、状態で不安定な方もいらっしゃると思うんですけども、まず今年の担当試験のちょっと総括というか、そういうことを先にお話ししたいと思いますね。担当本試験は形式的な部分で変わったなっていうところは、大きくはなかったですよね。組み合わせ問題があったりとか穴埋め問題があったりとかありますけど、それは新規なものでなくて過去もそういう問題ありましたので、全くなんか新しいっていう形の形式的なサプライズはなかったかなと思っています。で、実質的なちょっと変更っていうところで言うと、あんまりそのなんかこう広い範囲から出てないっていうようなイメージが今回の試験ではありましたね。実際それちょっと後で、分析で見ていくんですけども、全体的に条文を中心として条文の組み合わせとかちょっと事例化が強い問題とか長文化した問題とか、そういった形で あくまでも条文の範囲で、聞いてきているなという印象なので、あんまりその例えば審査基準よくやらなかったとか審判ビンラー皆無でしたとか判例もそんなに知りませんでしたっていうこともあんまり影響がなかったかなというふうに感じています。で、なので全体的なその平均点も、2018年度の担当リサーチの平均点が大体 33.6 点だったんですよね。去年 のリサーチに参加された方、全体で450人ちょっとだったんですが、33.6 点の平均点だったんですね。で、それが今年2018年度の担当リサーチだと、参加人数もちょっと多いんですけど528人参加されているので、80人ぐらいちょっと多いんですが、平均点が3点上がってます。 36.4 点ということで平均点もちょっと3点ぐらい上がって、平均点1点上がるっていうのも結構大きいんですけど、3点上がってるということで全体でちょっと点数が上がってるっていうところが、形式的にちょっと見られる簡単なポイントですね。で、ただその問題一つ一つを見た時にじゃあ簡単でしたかって言われるとそんな簡単ではなかったんですよね。難しい問題は結構難しかったですし、で長文化してすごくなんか事例化が強くてすごく腰を据えてじっくり解かないといけない問題もあった。で、昨日 もうここまで何回かこう相談会なんかも行っていて、で、担当を、終えてリスタート切られる方の相談を受けていると、例えば一生法の3条の2の問題だったりとか9条10条の問題だったりとか非常に事例化が強かったので、そこでなんか時間をすごく取ってしまって、で、後の問題に影響してしまいましたっていう声もあったりとかして、なるほどなと思うことも結構あったんですね。だからその平均点だけ見るとなんかすごく簡単だったように見えるんだけども、実はそうではなかったかなというところも若干あります。で、そういう中でじゃあ何がその平均点を上げた要因だったのかというと、やっぱりその冒頭でちょっと言ったようにあまりマニアックなところから出てないとか、問題文の作りがそのどっちでも取れる台の取りにくいような枝ではなかったということがあって、実際そのレックの回答速報会なんかでも私たちその講師は回答速報会で答えを出すんで、実際2、3時間前にエルタワーに入って、で、問題が届いたもう端からこうざーっと解いていくんですよね。で、自分の分担のところを中心に解くんですけど、で、一方でそのレックの制作課っていうちょっとその本部にチームがあって、で、そこにも何人かやっぱり解くチームがあるんですけど、で、そこはそこで回答出しをして、で、それですり合わせて、で、実際速報会で出す回答っていうふうに決めていくんですね。で、大体そこでちょっと意見が割れる問題っていうのがどのパーツにもあるんですよ。
今年はもう割れる問題がなかったんですよ。その制作家との間でも、あの私のパーツだともうゼロだったんですね。枝レベルで見てもあの迷う問題っていう、まあ、その 2チームの意見が割れる問題っていうのがゼロだったので、その、まあ、言ったらその調べれば分かるっていう問題だばっかりだったってことです。もちろんその調べないとちょっとねえっていうのはありましたけども、でも調べれば分かるっていう問題ばっかりだったので、なので、ね、レクの、まあ、本部の方たちは内容が分からないから、ね、先生あの今年も全問正解でお願いしますってすごいいつもプレッシャーをかけられるんですけども、今年は大丈夫だと思いますよって言いました。うん、要はその、ね、あの答えがはっきりと出るような系統の問題だったので、なのでそういったところでその私たちがパッと調べれば分かるっていうことは、まあ、身の回りにあるものの中から出たっていうことになるので、やっぱりその受験生としても予想した範囲内での出題範囲だったのかなっていうところが、まあ、あの平均点を上げた原因なのかなと思います。ただその中でもやっぱりそのしっかりとやっぱり理解しておかないと解けない問題も たくさんあったので、その例えばその知識がちょっとふわっとした状態で序文をきちんと覚えきれてないとか、事例化した時によく分からなくなるとか、そういうことに関してはやっぱりちょっと難があったんですね。例えば典型的だなと思ったのが商標法の1条が出たんですよね。であれ条文通りだったので本当言うともっと正答率が上がってもいいかなと思う問題だったんですけども、実はそんなに正答率高くなくてですね、法目的はあの 50% ぐらいの人しか正解できてないんですね。 52% だったかな1条の問題、うん、ですから条文通りだったのにっていう問題だったんだけども、実はそんなに高くなかったかなというところもあったので、やっぱりその条文を読み込みきれてないとか、あの理解がやっぱりそんなにあの確かではないとか、そういうところであの足をすくわれたっていう方も結構いらっしゃったのかなというふうに思っています。でちょっと内容的な分析を見ていきたいんですけども、あのまずレジュメ1ページのところですね、担当本試験問題分析表というふうに書いてあります。で特日から、まあ、一生商標条約付助まで、書いてあって、正答率が高いものから上から載せてあります。いわゆる、まあ、50% 以上のものを基本拾ってるんですけど、特許で一番正答率が高かったのは特許を受ける権利を出題テーマとした6番の問題の、問題で、これ 98.5% の正答率なんです。だからまあ言ったら100人いたらね、その1人ぐらいしか間違ってない、1人2人しか間違ってないっていうような、問題だったんですけども、特許を受ける権利をテーマとした問題ってそんなに本来簡単じゃないんですよね。割となんかちょっとこう学問的な要素が入ったりとかするので苦手にする人も多いテーマなんです。だけど、まあ、穴埋めだったのでこれはあの正答率が高くなったというふうに言えると思うんですね、うん、で私が結構その意外だったのは2番目の 10番の問題、拒絶査定審判全治の問題なんですけど、これはですね、まあ、そこにあの形式書いてあるんで分かるんですけど、択一だったからっていうのもちょっとあったかと思うんですが、まあまあ比較的、まあ、あの見た目は普通な感じの問題文の長さで、そんなにあの短くもないし、そんなに簡単なイメージは受けないんですけども、でしかもテーマが拒絶査定審判と全治だから苦手な人は苦手なんですよね。だけども内容的にはもうあの本当にベーシックな内容で、そんなにあの難しくない、特にその決め打を決めるっていうだけで言うとそんなに難しくなかった。だから本来苦手とするようなテーマの難易度が下がったので、多分、まあ、点数が取れたのかなと、結構取れたところなんじゃないかなと思っています。で拒絶理由や択一的な問題、9番の問題もあるんですけど、この9番の問題はですね、割となんていうかあのこんな感じで長いんですよ。2ページ目にこう渡るような感じの問題だったんですよね。でこう時系図を書いて分析しなきゃいけないような問題だったので、あのこれもそんなに本来で言うと優しい系統の問題ではないんですけど、ただ右側のところにちょっと見てもらうと、ニューって書いてるのはこれ入門講座で教えた内容だっていうことなんですね。で、タンって書いてるのは担当の、まあ、専門の講座、中上級の講座とか、まあ1年目のベーシックであれば担当基礎力完成講座で教えた内容なんですね。で、この中間処理の問題とか拒絶理由の問題はだいたい論文でも取り上げられるテーマで、内容的にはそんなにあの難しくないもののはずなんですよ。
ですから、まあ、大体毎年入門講座のところから出てくるんですけど、ちょっとね注目すべきところがあって、今私これここにちょっとコメントを書いてるんですよ。解きながらコメント書いたんですけど、1のいいかな、ちょっと字が汚くて、自分の字が汚くて、ね、1のいと類似って書いてるんですよ。でつまりこれ拒絶流通知の48条の7の規定に関する問題なんですけど、今年そういうのがちょっとねパラパラあったんですけどね、1の意も同じなんですよね。48条の7の通知の拒絶流の問題なんですよね。で同じ論点の問題が複数の問題にわたって出るっていうことは、今まで罰則の問題以外は基本ないんですよ。罰則はまあなんていうのかな、侵害の問題にばらして入ったりとかするので、なんかその多い時だと 3,4 ぐらいの問題に一枝ずつこう罰則の問題がバラバラにこう入ってたりとかした年があったんですけど、それ以外に特にこんなあんまりその出題頻度が高くない48条の7の通知の問題なんかが、この複数の問題にまたがって同じような類似の問題がこう出るっていうことはあんまなかったんですよね。で多分作った試験員の先生方が違うんだと思うんですけど、これ結構ボーナス問題なんですよ、そういう意味では。しかもそんな難しくないものが2つの枝で稼げちゃうので、でそういうのがあったりとかで、他にもそういうのがですね 2,3 個あったんですよ。で私自分で解きながらもうそれメモって言ってたんですけど、何問かねそういうのがあったんですよね。で同じような論点の問題が複数に出るっていうことは、まあそれができればもう一個もできるんだけど、逆にそれができなければもう一個もできなくなってしまうので、まあちょっと良し悪しはあります、もちろんね。難しい問題でそういうふうに別の問題にまたがってしまうとどっちも間違えちゃうから逆にマイナスに働くんだけど、こういう優しいテーマで2つの問題にまたがってくれるとちょっと解きやすくなったのかなっていうのが、全治とか拒絶査定副審判の問題は今回2問大問が出てるんですけど、両方ともまあまあ優しかったので、そういうところでまあちょっと難易度を下げたのかなと思っています。で、今講座のところにニュートタンと入れているんですけど、特実はニュートタンでどういうふうに出題が分かれたかというと、相続、雑則、罰則に関しては入門講座では扱っていないんですね。で審判訴訟に関しても入門講座では本当にさらっとで、ほとんど担当基礎力完成講座のところ、まあ、中上級でいうと中上級の担当講座のところで扱うような感じなんですよ。だからレックは入門講座ではあんまり審判とか訴訟をやらないというスタンスなんですね。ですからそういう意味でもう審判や訴訟で、あとその相続、雑則、罰則のところは必然的に単っていう文字が入ってるんだけど、それ以外のところ、要は入門講座でも扱ってるところは基本的にもう入門講座で教えたところから出てるよっていうのが分かると思います。で遺書法に至っては全問が入門講座で教えた内容から出ていますので、複雑に見えて難しく見えましたけども、遺書法の問題が一番皆さんにとって基礎的な学力がついていたかどうかのバロメーターになるかなと思ってます。まあ、遺書だけ苦手だっていう人も結構いるんでね、一概に言えないんですけど、基本的にはそういう感じで、商標は今年一番難しかったかと思います。うちのクラスでも54点の方でも商標だけは5点6点っていう人がね、50点台でもお二人そういう方がいらっしゃったので、そういう意味では商標が一番難しかったのかなと思います。でその難しさはどこかというと、やっぱり出典でだったと思いますね。要は審査基準からの出題が商標一番多かったので、ちょっと出題が細かかったかなというのが商標の平均点を下げた原因じゃないかなと思っています。ですからそこね、遺書法なんかだと、まあ、10問中、8問が 50% 以上の正答率って分かりますよね。8番目が 50.4 ですから 50% 切ったのが 2つの問題しかなかったってことでしょ。でも商標だと5つしか載ってないのに5つ目はもう 48.5 ですから、本当言ったら 50% 切ってるんですよね。だけどこれ載せないと4つしかなかったんで、一応まあ近いということでその 48.5 も載せたんですが、まあ、いかに商標が難しかったかっていうのは正答率で見ても分かると思いますね。
そういう意味では特許は、まあ、割とここに問題数載ってますよね。 50.4 までこれだけの正答率がある問題が並べられるので、そういう意味では特許はそんなに難しくなかったんだと思うんですけど、まあ、この正答率のね、50% 以上の正答率がある問題数を見ただけでも、やっぱり商標が一番難しかったのかなというところが分かると思いますね。で、テーマを見るとやっぱり特許で正答率が高い問題っていうのは一般的にはやっぱり登録前の問題っていうのが多いんですよ。中間処理とか補正の問題とかそういうのが多いんですよね、うん、でただ今回の場合は割と無効審判とか異議とか拒絶査定区審判全治のところでも正答率を高くしてきているので、やっぱり今回特実でというか本試験で強かった人っていうのは審判、まあ、異議も含めた審判で、まあ、審決取り消し訴訟、そのあたり の, 対策が十分にできてたかどうかということなんじゃないかなと思っています。それができていればこの辺の問題割と例年よりも優しめの問題が出てたので点数を稼げたんだと思うんですよね。なので一つはそこが特許特実に関しては合否を分けたところなのかなと考えています。で、意匠に関しては論文テーマって右側に書いてあるんですけど、特に実試験の問題なんかがありましたよね、うん、で、あれは特許法から の順用の問題だったりとかするんですけども、実試験の問題だったりとか、あと、まあ、実施の問題なんかもありましたけども、ああいった意匠で分かれたのはやっぱ特許の順用に関して8、9、10問がそうだったんです。特許の順用の規定から出ている問題だったので、意匠法単体で意匠法の中から出てたっていうのは7問だったんですよ、うん、ですから全くその特許がやっぱり苦手だとその3問はきつかったと思うので、特許での出来が意匠法にも響いたっていうのは多少あるのかなと思っています。で、あとは意匠は論文テーマって書いてるように担当の勉強だけに絞って論文の勉強はもう脳勉強でやってこられた方はきつかったと思います。事例化が強いのでやっぱり条文を丸暗記しただけだと多分対処ができなかったと思いますし、で、実施の問題なんかも具体的イメージがつかないっていうことになるとやっぱり条文の文言だけでは対処できなかったと思うので、論文もうまくやっぱり併用するっていうことが意匠法の問題では大事だったかなと思いますね。だから相談会なんかもやっていても時間がないので、今特に免除制度が導入されてますから、もう1年目担当2年目論文みたいな感じで完全に切り分けて対策を立てるっていう人も結構いらっしゃるんですよね。で、結果論として2年合格を目指すときに1年目はやっぱり担当重視で担当にも本当に力を入れてやるんだっていうのは私は作戦としてはありだと思ってるんですけど、それでもやっぱり論文を全くノーマークで全くそういう論文的な事例に触れずに担当の勉強しかやらない、その担当の勉強ももちろんその内容によりますけども、ひたすら条文を読む、ひたすら過去問を解く、それだとやっぱりちょっと厳しいかなと、今の本試験は厳しいかなと思います。ですからそれだけやっぱり論文テーマから出てることを考えても、うまくやっぱり論文の事例問題なんかに触れながら条文を読んでいく必要があるし、そうすることで今年の3条の2とか9条10条のような問題に対してもパッパッパッとこう対処ができるかなというふうに考えています。だから昨日なんかは本当に全体の点数がかなりちょっとこう低かった方でも意匠法のそういう3条の2とか9条10条の問題をカチッと取ってきてる人がいるんですよね。で、聞いてみるとやっぱ担当がすごい苦手なんだけど論文の勉強去年まあ結構中心にやってきたって言われてたんですよね。ですからやっぱりそれも良くないんですけど、もちろんね、その論文的なものだけが取れても全体の点数が、ね、取れないと良くないからそれも良くないんだけども、やっぱりそこはハイブリッドでやっていくっていうことが大事なのかなと思いました。で、あと、2ページ目のところの条約付著ですけど、今年は付著がかなり優しかったです。ですから見てもらったら分かるように付著は全問が 69.1% 以上、つまり
ランキングの、まあ、要は一番低い 10番に当たるものね。だって10問しか出ない10番っていうのはもう全部なんで、全部が要はその 50% 以上で、一番低いのでも 69.1% 以上の正答率ですから、かなり府庁は優しかったのかなと思います。だから全体の点数が20点台でもここ10点取りましたっていう人昨日いらっしゃいましたから、うん、あのかなりそこで稼いだねっていう感じなんですけど、それで稼いだってことは逆にちょっと、ね、厳しめに見なきゃいけないですよね。来年はそうじゃないかもしれないので、ですから、まあ、ちょっとね、あの府庁のところはもう今年は全然当てにならないかなと考えてます。もし今年府庁のところで結構点数が取れていたとしても、じゃあ来年その通りにあんまり勉強しなくていいのかっていうとそうではないと思うし、確実に難易度上げてきますから、うん、やっぱりそれなりにはやっとかないと、むしろそこで足切られる可能性も考えられる、うん、で、まあ、これ結構その足切り制度が入ってからのあるあるなんですけどね、あの私のクラスでも去年、今年はまだ出てないんですけど、去年46点だったのに条約で足切られたっていう人がいたんですよ。でもうボーダー付近になると結構いらっしゃったんですよ。去年は条約で足切りが多かったので、うん、でまあもったいないですよね。で本人の意識としてはあと条約だけっていう意識になるんですよね、その場合で。結局1年間結構、まあ1年もだからまあそんなに担当に費やさないですよね、そういう意識だと。条約だけって思っちゃうと、まあ直前期に条約ある程度ねやって4分はまあメンテぐらいでいいかなみたいな感じになるんですよね。でそうすると今年蓋開けると4分で取れなかったってなってるんですよ、うん、だからあのたとえあと1点だったとしても同じ勉強量しないと同じくらいの点数までは持ち直せないんですね。やっぱり私とかもう短期層とかってあの、まあ、言ったらすごいコマ数の担当の講座を毎年毎年やってても15年とかやってるんだけど、それでも例えば1年、まあ、担当基礎力完成講座の開講前っていうのはちょうどまあ半年ぐらいブランクがあるんですよね、その講座が終わってから。でそうするとだいぶやっぱり忘れてるんですよ、細かいところとか罰則のこととか、まあ、雑則なんか特にそうですね、候補の記載とかそういうのだいぶやっぱり知識落ちるんですよ。それだけ繰り返し繰り返しやっててもやっぱり落ちていくのが知識なので、だからいくらあと1点あと2点でダメだったとしてもそこは甘く見ちゃ絶対ダメなんですね。同じ勉強量やらないと、むしろそれ以上のことをやらないとやっぱりボーダーは確実に超えてこれないので、その辺のやっぱり中上級者の方が難しさがあるのかなというふうにいろんな方のこう、ね、こう相談会をしてると感じています。だいたい相談会に来られる方はそういうパターンの方多いですね。そうすると当然悩みが出てくるのでちょっと聞いてほしいってことになるんでしょうね。はっきりともう勉強量が足りてません、ね、それで全然勉強できませんで、それで結果が出なかったっていう人はもう原因がはっきりしてるからあんまり相談っていう感じでもしないんだと思うんですよね。でそうじゃなくてやっぱり何かしらちょっとイレギュラーなことが起こった時に相談に来られるから、まあ、話を聞いてると私もすごく勉強になることが多いんですけども、そういう方結構いらっしゃいます。足切り制度が入ってからそういう傾向にあります。だからいくら条約が怖い、ね、下三方が怖いと言ってもやっぱり最後四方のところもちゃんとやっておかないと、四方はやっぱり40点あるので怖いですよね。ですからしっかりそのところを考えて次の年を迎えていただきたいなと思ってる。だから府庁も、ね、多分皆さんの中でも結構高得点取られた方いらっしゃると思うんだけど、あんまり甘く見ない方がいいよということは申し上げておきたいと思いますね、はい、では、次にですねちょっとペラッとめくっていただいて3ページ目のところなんですけども、判例からの出題、青本の解釈が必要だったもので、あと審査基準や審判便欄から出たものを枝別に示してあります。でまあ、これは人によって感じ方が違うのかなというふうにも思うんですけど、私は分析結果でこういうふうに出したときにえらい少ないなと思ったんですよ、例年に比べて、うん、判例も少なかったなっていうイメージはあるんですけど、もっと出てもいいかなって例年の感じを見ると思うし、
で、まあ、青本の解釈は年々ちょっと減ってきてるから、まあ、こんなもんかなっていう感じはするんですけど、まあ、審査基準、審判便欄、まあ、特許は皆無だったし、衣装法も一枝だけだったので、まあ、ほとんど商標でしょ、見てもらったら分かるように。だからえらいなんか少ないなっていう感じがしたんですよね。ですから あんまり手を広げることは必要ではなかったし、判例もいろんな細かいものは知る必要はなかったと。だけどやっぱりコアなところはしっかりとやっておかないと、やっぱりちょっと点数にならない、あと一歩のところで点数にならなかったっていうことはあったのかなと考えています。で、判例も例えば、2番目の2の枝、特実の2番目の、2の枝、うん、これはちょっとね細かいところなんですけど、12問目の、これも2の枝ですね。これは論文でもよく出るやつなんですけど、拒絶審決に対する取り消し訴訟を拒否者全員で提起する必要があるかっていうやつですよね。で、まあ、これって結構論文でも書くものなので、まあ、担当でももちろんよく出てますから、一回は当たったことあるかなっていう程度のものが一つ出ていたんですね。で、商標も、4番目の井の枝、まあこれね直接的じゃないんですけど、うん、直接的じゃないんですけど、この井の枝とで8番が2つ出たんですよね。8番が井と葉ですよね。これもそうですよね。で、まあ井は小僧寿司なんで、論文でもちょっと山になってくるようなところなんですけどね、こういうのが出てたりとかして、まあ、小僧寿司ってまあ皆さんも知っての通りですから、うん、商標は若干細かくはありましたけど、判例はまあまあメジャーなところから出てるというふうに言えるの で葉の枝はね、去年論文で出た Emax なんですよ。去年論文で出てちょっとサプライズだったんですけど、Emax事件ですね、あれから出てるんですよね。で、よくこれも試験でよくあるんですけど、前の年口述で全然答えられない受験生が多かった時に翌年の論文で出したりとかするっていうのがあるんですよ。特に種子の問題なんか結構それあるんですよね。で、論文でできないと今度その年の口述でもう一回聞いたりとかするっていうのもあったりとか、結構その辺リンクしてたんですけど、去年の商標法の Emax は Emax そのものではなかったんですけど、商標法の最後の問題だったっていうことで時間がちょっと取れなかったっていう受験生が多かったのと、であともう一つ Emax 自体が3月の最高裁だったんで、まだ1年も経ってないうちに出るっていうことが受験の慣行上ちょっとありえなかったっていうのがあって、まあ、予備校も全然ノーマークでしたから、それでまあ全然受験生が書けなかったっていうのがあったんですよね。だからちょっとまあ試験員としては1回出したもののちゃんとそれをじゃあできなかったことで次の年の対策をしているのかなっていうのを見たのかもしれませんよね。だからこういうふうに立て続けに今度は担当で出してきたっていうのがあって、で今回のこの葉の枝の Emax は論文と違ってドンピシャで Emax なんですよね。論文 で出した時はドンピシャじゃなくて Emax 類似の問題だったんですけど、今回のこの商標法の8番の葉の枝っていうのはドンピシャだったんですよね。もう まるでそのまんま Emax だったので、まあそういう意味でもちょっとその取材の意図というかそういうところを感じるところではあったんですが、ただちょっと新しいからね、去年の今年だから受験生としては割ととつきやすかったんじゃないかなというふうには私の方では思ったんですけど、うん、まあそれが結果に出てるのかなということですね。ただそれ見てもらったら分かるように商標やっぱり判例で青本審査基準のところからの出題が多いですよね、他の法規に比べて、うん、だからまあその辺で難易度を上げてきたっていうことがちょっと分かるかなと思います。で、青本の解釈が必要だった、青本読んでおかないとよく分からなかったはずだっていう問題も、それだけなので、6枝かな、全部で穴埋めを1枝と考えると6枝になるんですけど、
まあ、それだけだからそんなに大したことはないのかなというふうに思うんですけどね。なのでその範囲をきちんと絞って、でその中でやっぱり事例で出されたりとか、どんな形式で出されようともやっぱり答えられるっていう応用力っていうところがやっぱり必要になるのかなと考えています。でそうした時に、じゃあ具体的な勉強法はどうするのかっていう話をちょっとしていきたいと思いますね。4ページ目から、基準点を超えるための勉強法ということなんですが、まず特実に関して、入門講座であれば相続、雑則、罰則、料金関係はほとんど入門では対処しませんので、まあ要はそれは担当基礎力完成講座とか担当実践討論とかそういうものを使って、インプットしていくっていう必要があります。ただものすごい細かいよねっていう問題は今年皆無だったので、そんなに細かいところまですごい詰めてインプットするっていうことは必要ではなくて、少なくともその単基礎であれば単アドで、中上級であればその中上級のテキストの範囲で十分対処ができる範囲ですから、あまりなんか独自に細かいところまで追うっていうのは時間の無駄かなと考えています。で2つ目に、審判訴訟は入門講座の中で流れをつかみ、で担当のそういう専門の講座では中身を埋めていくっていう段階的に進めるということが当然大事です。で今年もそうでしたけど、やっぱり全体の4分の1は審判訴訟から出ますので、まあ、こういきもちろん全部合わせてっていうことですけどね、4法の中で4分の1は審判関係、訴訟関係というふうになるので、やっぱりそこが弱いと実際担当は弱くなってしまうかなと思ってますね。だから担当が苦手なんですってなった時に、苦手なテーマって何ですかって聞くと、まず一番多いのはやっぱり条約で PCT ですっておっしゃるんだけど、次にやっぱり多いのが審判が苦手なんですって結構おっしゃるんですよね。で審判が苦手だと、やっぱりその今書いてるように全体の4分の1審判関係になるっていうことで、必然的にやっぱり点数が伸びないんですよね。だからまあ、1年目の方にはね、こうフラットに全部やらないといけないよっていう話になってくるんだけど、やっぱり2年目の方に関しては試験強さっていうものも必要で、やっぱり出るところ、出題数が多いところを強くするっていうこともすごく大事なことかなと思っています。論文とかはどちらかというと、その間違ったところを修正していくっていうね、ちょっとこう修正力みたいなところを求めるんですけど、担当試験はその自分の得て増えてっていうところよりも、それはもう結構水物だったりとかするところもあるので、問題によってその得て増えてが変わったりとかすることもあるので、あんまりその自分の主観だとか自分の思いとか自分が感じることっていうよりも、私はやっぱりその出題数が多いところ、そこはやっぱり力入れてやる、であんまり出ないところ、そういうところはもう切り捨てていくっていうぐらいの、やっぱりメリハリをつけていかないと試験強さってものは生まれないかなと思います。実際60問で、まあ、39点ボーダーだとすれば、ね、21問間違ってもいいわけですよね。でそれがやっぱりその審判とかでってことになると連動しちゃうので、審判が苦手ですってことになった時に、やっぱり10問前後審判だというと、もう10点落とす話になってくるんですよね。そこがもう全然できないと。ですからそういう意味でも、やっぱりその自分がどうこうではなくて、出題がかなり多いものを力入れて入れていく、点数を絶対そこでは取っていくんだっていうのが、やっぱり2年目のスタンスとしては大事なのかなというふうに思ってます。まずそれが一つですよね。であともう一つは、覚えたら終わりのところを絶対落とさないっていうことですよね。覚えたらもう取れるようなところ、料金関係だったりとか、まあ、相続もそうなんですけど、そういうことに関してはもったいないんですよね。問題の出し方が変わったからといって多分点数取れたり取れなかったりする類のものではないんです。
事例化して出されるものは下手したら間違う可能性あるんですよ、ある程度やってたとしても。だけど料金で、料金が得意になってるはずなのに間違えましたってことはあんまりないと思うんですよね。ですからそういう意味では次にやっぱり落とさないように気をつけなきゃいけないのは、そういうもう覚えたら終わりのテーマ、インプットマターですよね。それを最後やっぱ詰める時間を十分に取るっていうことが、まあ、あの2つ目のポイントなのかなと思ってます。特実に関するですね、2つ目のポイントなのかなと思いますね。あと3つ目はやっぱり当たり前のところのテーマを絶対に落とさないっていう、あの注意深さだと思います。補正だったりとか、今年だったら補正が一発目に来てましたけど、補正だったりとか、やっぱり肉の2の問題だったりとか、39条の問題だったりとか、ああいうその絶対出るよっていうのあるじゃないですか、中間処理の問題だったりとか。でそういう問題は絶対ある程度皆さんは時間をかけてこられたはずなんですよね。でそれがやっぱりやれたはずなのに取れなかったっていうのが一番悔しいところなので、どこまでやったかっていうことでやっぱりそれが変わってくるんですよね。例えば29条の2の問題なんて、やったことない人いないし、過去問だって多分3年5年はみんな解いてるはずなんですよね。だから29条の2だけで出されたんだったら絶対取れるよっていう方がほとんどだと思うんだけど、でも実際蓋開けてみると29条の2の問題っていうのは29条の2だけで構成されてる問題ってあんまりないんですよ。今日もこの講義の直前までベーシックの開講があったので、ちょうど肉の2のところを今日やったんですよね。でうちのクラスは講義終わった後に居残り演習をするんです、過去問を使って。だけどベーシック生なので、今日29条の2とか39条やったって言ってもまだ分割とか変更とか46条の2やましてや国際数がまだやってないので、絡む問題は解けないんですよ、居残り演習で。でそうすると私は絡んでない肉の2からしか出てない問題を探さなきゃいけないんですよね、過去問集か居残り演習で使う問題。やっぱ大問1個まるまま使える問題ってほとんどないんですよ、うん、でかろうじて今日は特許受ける権利まで進めたので34条とか絡める問題はできたんです。でパッと分かります、肉の2と34条絡める問題ってどんな問題が想定できるか分かります。その辺のやっぱり知識を面で持ってるかっていうことが中上級者のレベルにやっぱりそこを一つ抜けるかどうかなんですよ。肉の2の要件言ってくださいだと多分言えると思うんですよね、皆さんでも絶対言えると思うんですよ。ベーシック者はまだ言えないけど皆さんだったら言えると思う、肉の2の要件言ってくださいって多分言えると思う。だけど今それは点なんですよ、知識が点なんです。だけどもそれを今度面にしないと、実際大問っていうのは今言ったように肉の2だけでは作られないので、他の条文とのコラボで大問が作られますから、そうすると点だけだとやっぱり点数にならないんですよね、特にいくつあるかだと。で34条絡む問題って何かっていうと、出願人同一のところを聞くんですよ。で単に出願人同一を聞くんじゃなくて34条絡めるということは、つまり特許を受ける権利の譲渡をしたって34条4項で届け出をした時にやっと名義が変わるわけですよね。だから出願人同一がなされるっていうのは、その届け出をしないと当然名義が変わらない、出願人が同一にできないわけだから、その公願の出願時に出願人が同一であるっていうところも、公願の出願時の前に特許を受ける権利の譲渡がなされてても、公願の出願の後に届け出が34条4項がなされていたら、それ出願人同一になってないってことになるんですよね。だからそういうところまでやっぱりリンクさせる条文を含めて肉の2の対処をしなきゃいけないってことなんです。それがやっぱり応用力で中上級の力なんですよね。で今 さっき言ったように29条の2と34条を組み合わせた問題でどんなことが想定できますかって言った時に、出願人同一の論点かなって頭に浮かんだんだったら、一つそこの部分に関しては面でできてます、知識が。でもなんだろう34条と思ったんだったら、それは知識が面でできてないと思う。だからもう一つの段階にやっぱり進まないと実際肉の2を攻略したことにならないので、29条の2をやったはずなのに点数が取れなかったっていうのは、知識が点でしか持ててないってことだと思うんですよね、うん、
あとは肉の荷っていうのは44条とか、あと国内郵船とのコラボなんかもありますよね。だから29条の2ってそれだけで問題大門5門作れるほど今の本社優しくないので、やっぱりそのコラボした時にやっぱりことごとく網羅できるかどうか、肉の2を中心として44条46条46条の2で、41条の優先権、パリ優先権、国際出願で、もっと言うとその34条とかそういうことも含めて知識を面で持っておく、そこまでやることによって肉の荷の問題は完璧にできるんですよ、うん、そういうことなんです、担当の力っていうのは。だからそこまでをやっぱり中上級でやらないといけないかなと思います。知識を点で見るんじゃなくて面で作るところまでやるっていうことですね。はい、でちょっと続きなんですが、一生法ですが、ほとんどが入門講座の内容で対応可能です。で事例がただ複雑長文傾向にあるので、アウトプットも並行してハイブリッドで進めていかないと多分難しかったと思います。で特に今年は3条の2の問題、ゾッとするような問題でしたよね。私一生法の問題ってすごい解くの好きなんですよ本当は。だけどこれ私マーカー引くことほとんどないんですけど、担当の問題でマーカー引かないとちょっと間違ってしまう気がして、思わずマーカーを引きながらやったんですけど、ちょっとゾッとしましたよこの問題文見て。でもう担当の AW ぐらいだったらあんまりこうやって時系図書いて解くことはあんまり自分ではないんですけど、もう書きましたよね結構詳しく書いて、でなんかこう書き込みなんかしたりなんかして結構間違っちゃいけないというこうプレッシャーがやっぱあるので慎重にやったんですけど、でも受験生の立場だったらもっと私慎重にやると思うぐらいのやっぱり問題文の長さ、ちょっと複雑だったと思います。で3条の2は一生法の中で最も出題頻度が高くて、15年の過去文を見ても20年分の過去文を見ても絶対出てる問題なんですよ。だから絶対やってるはずなんで、過去問の数も多いからね。それでもやっぱり結構難しい問題が作れちゃうんですよね、事例化することによって。でこういう問題がやっぱり対処できるようになるっていうのは担当の、勉強というか条文を逐条的に見るだけだと難しいと思います。やっぱり部分が絡んだりとか組み物が絡んだりとか、で、今回はハーグ絡んでましたけども、いろいろやっぱり一生法だからこそ得意の制度を絡めてくるので、そういういろんなパターンでやっぱりこう練習するっていうのは事例の問題でやっぱり練習していくことになるので、結局はやっぱり論文のね事例問題を解きながらっていうところがこういう問題への対処法なのかなということですよね。条文を全部暗唱できていたって今回の3問目の問題は解けなかったと思うので、そういうちょっと勉強が必要かなと、アウトプット力ですよね、それが必要かなと思います。で次に商標法なんですけども、論文テーマや使用商品役務等の事例化して出題されるものは入門の内容が大事だと。事例化された時でも答えられる力は理解力、条文の丸暗記では対応できない、特にそうですね、今回法上の一章の問題なんかも出てましたよね、事例化したもの速報会のところでもね、ちょっと言ったんですけど、他の枝がそんなに難しくなかったんで結果として誤試択一だったから良かったのかもしれないですけど、結構この3番のおむつケーキの問題なんかはうちのサポートに入った講師でもこれ何ですかって言われたぐらいちょっとイメージがつきにくいようなものだったんですけどね、こういう事例化したような法上の一章の問題とかで商標の問題なんかも商品役務使用でこういうのですよね、こういう7番の問題なんかがそうなんですけど、いよいよこの小売りの具体的な内容が出てきましたよね。ちょっと論文で怖いなって私これ見て思ったんですけど、小売りと役務と普通の商品商標の使用対応の違いっていうところがちゃんと理解できてないと多分難しいと思うんですよね。つまり小売と役務っていうのは、ファミリーマートで例えばパン買いました、でパンのパッケージっていうのは商品商標ですから、
でパンも缶コーヒーも買ってで、ね、ボールペンも買いました。そうするとレジ袋に入れてくれる。でそのレジ袋に付されたファミリーマートのマークなんかが典型的なその小売と駅務についての商標ですよね。つまり小売と駅務っていうのは誰が販売したの、どこで買ったのっていうことを示すのがいわゆる小売と駅務商標で、商品商標というのは誰が作ったのっていうことを示すのが商品商標じゃないですか。でそういうちょっとなんていうのかな、条文通りにインプットっていうんじゃなくて具体的な対応がイメージできないと商標法の7番の問題っていうのは実際ちょっと難しかったと思うんですよね、うん、だからそういう問題にもやっぱり対処できるっていうところで、あの逆に入門講座のテキストとかには具体例が書いてたりとかするんで、あのベーシック性の方が、ね、あの簡単に感じたのかもしれませんけど、やっぱり論文テーマっていうところで論文の問題なんかをやっぱ解いていくことによって使用対応をイメージできるっていうことが大事なのかなと思いますね。あとやっぱり商標法で悩ましいのは毎年毎年なんですけど、やっぱり3条4条の審査基準ですね、記載要件も含めたこの辺の審査基準から出されるとちょっとやっぱ細かくなってきますよね、うん、だから入門講座なんかだともうほとんど審査基準までやりませんから、やっぱり担当の講座、中上級の担当の講座なんかで十分にやっぱり審査基準までもう条文と同じようなレベルでやっておくということが商標ではいよいよ必要になってきたかなと思っています。普通で考えると商標は割と出るところははっきりとしてるんですよ。まあ、使用が出たり出なかったりはしますけど、3条4条はまあ出ますよね。で、まあ、団体地団出るでしょ。であとまあ異議も含めた審判、あと取り消審判5つの中でかすらないことは絶対ないので、うん、でまあ防護で窓プロの特例って感じで出るテーマが絞られるんですよ、商標の場合はね。で絞られるんだけど、でもやっぱりその中である程度の難易度を確保しようとすると細かいところにやっぱり行くんですよ。で商標法の試験員の先生方は割と実務家の先生が多いです。ここ近年ほとんど実務家の先生で、普段商標の実務をされているっていう方が多いです。衣装法は普段大学で教壇に立たれている先生が結構いらっしゃいます。今年は衣装法もう一人去年までいらっしゃった先生も継続されてますけど、もう一人入ったので、衣装はちょっと学問的な問題が論文で出るんじゃないかなと思ってちょっと私はヒヤヒヤしてるんですけど、商標はもう本当に試験の先生方が実務科の先生が多いですから、そういう意味でももう違和感がないんでしょうね、審査基準から出すっていうことは。特許でもそうですけど、事務所に入ると条文なんか読むことあんまなくて、むしろ審査基準がやっぱすごく大事じゃないですか、特許の実務なんかでもね。で商標の実務もそうなんですよ、条文なんかあんまり読まないですよね。やっぱ判例や審査基準、まあ、審判便欄なんか見ることもありますけども、そういったところをやっぱり扱うので実務家の先生はあんまり違和感がないんですよね。そこ細かいっていう、もう意識があんまりないんだと思うんですよね。だからもう普通に出してくる。でそれがだんだんやっぱりエスカレートしてきて、商標が一番それがエスカレートしていますから、ちょっとその辺の対応が次の本試験でも必要になってくるかなと感じています。で次に、条約になりますけども、条約はもう入門ではほとんど対応できない、担当の専門の講座じゃないと難しいと思います。だから1年目のベーシックだと担当基礎力完成講座で、まあ、2年目のコースもそうですね。で特に PCT が今特例含めて5問出る時代ですよね。でそれがもうずっと続いてますよね。でトリップス2、パリが2、ね、であと、まあ、ジュネーブかマドプロで1っていう感じの10問の構成になっているので、結構大変です。 PCT もねやっぱり大変なので、ですから、まあ、今年 の中上級のコースは条約のコマを増やして7コマにしたんですよ。条約は仕切りも多いっていうのもあるし、で苦手意識が皆さん強いので、担当基礎力完成講座ベーシックだと条約5コマしかないんですよね。で5コマでかなりきついんです。テキストもだんだん分厚くなってるのにコマ数をなんかベーシックは増やせないらしく、かなりきついんですよね。だから2年目の講座では条約をちょっと厚く扱うってことで、下3本のその条約のところ7コマにしてありますね。
まあ、それだけやっぱりちょっと十分にやっておかないと足切りも怖いし点数が取れないかなと考えていますね。で、ただ PCT が5問だと言っても、昨日とかも相談に来られた方もの中にもいらっしゃったんだけどね、トリップスが0とかパリが0っていうことになると結構足切り率が高くなります。なんでかというと PCT5 問取れないからやっぱ難しいので、 PCT5 問出ますよね。で、それ5問狙っていくっていうのはやっぱナンセンスですよ。で、今年はちょっと条約の問題ね、今の表を見ていただくと、トリップスが簡単だったんです。条約は、トリップスが、これね、9と10番の問題がトリップスだったんだけど、右側に書いてるように難易度はとしてはすごく優しくて、これね、両方とも70%台なんですよ、正答率。その下の PCT は62.5なんだけど、9時はそうなんですよ。だからそういった感じで、トリップスは変に解釈とかが出ないんですよ。条文通りに出てくれるので、ある程度までやると取れるんですよね。だからまあ言ったら裏切らない、トリップスである程度やってたら裏切らないので、そこである程度やっぱり目処をつけたいんです、条約で足切りを回避するために。直近、まあ、要は計算がつくところをちゃんと取っていくってことです。で、PCT はもう水物です。もうすごい細かい年もあるから、そうすると下手したら1点っていうこともあり得るので、だから裏切らないトリップスとかパリのところでできるだけやっぱりその計算をつけておいて、まあ、トリップスはもちろん PCT も一生懸命やるんだけど、仮にそこで一生懸命やった結果1点2点でも足切りは回避できるっていうふうにやるのが、私は条約の賢い対処法なんじゃないかなというふうに思っています。で、私は自分が受験生時代に条約すごく得意だったんですけど、やっぱり得意だって言ってもパリと、まあ、当時は特にパリの出題がもうちょっと多かった、3問ぐらいは出てたので、パリからもしっかりやりました。で、パリで計算がつくんです。パリはある程度やるとコンスタントに取れるようになるんですね。で、1回理解すると国内法にリンクする部分も多いので、割と定着が長く作れますから、パリは計算がつきます。で、トリップスは、まあ、当時から2問だったんですけど、今言ったように条文通りにしか出ないから。ある程度やっとけば、まあ、できるよねっていう自信もつくんですよね。で、やっぱり当時から私が一番やっぱり不安だったのは PCT でした。PCT は本当に細かいところまでやっててもできない時もあるので、まあね、私なんかはその当時条約すごい自分でも得意だっていうのもあったんですけど、PCT なんかもね、かなりだから時間をかけてやりましたけどね。だけども、やっぱりそのもしなんかでも計算がつくのはパリと、まあ、当時は足切りがなかったですけど、パリとトリプスは計算がつくけど、 PCT はなんか予想外のところから出たりとかするなっていうイメージだから、やっぱり条約で確実に足切りを回避していくためには、そういうちょっと出題数に惑わされることなく計算がつくものを早めに目処をつけるってことは大事なのかなと思っています。で、皆さんはおそらくベーシックとかではなくて中上級の講座で行かれると思うんですけど、中上級の講座は基本的にまあ年内1月くらいまでには終わりますよね、インプットが。だから早めにやっぱりそのある程度の全体のインプットが終われるので、その中でも条約の、パリとトリップスは早めにちょっと目処をつけるってことを考えられたらいいかなと思いますね。はい。で、ちょっとレジュメの次に戻りますけども、不正競争防止法と著作権法に関しては、不況法はね、もう入門での誤差と担当講座での誤差はほぼ同じなので、範囲は広くありません。ただ、事例化で出ることがあるので、意味わからずに条文の文言を覚えていても、不況法は取れないかなと思います。だから暗記よりも理解が大事。で、著作権法は入門と担当講座の段階的な対応がいいというふうに書いてありますけど、まあ、入門でほとんどやってなくてもなんとかなりますし、そんなに難しい問題は出ないかなというのが著作権法の、印象です。ただ来年は確実に府庁の難易度は上がると思いますから、今年うまくいったからといってちょっと同じような感じではいけないかなというふうに考えていますね。
はい、で次に、最後ですけども5ページのところですね、最後にって書いてありますね、担当試験はある程度時間が必要ですと、論文のようにセンスとかうまい方法があるわけではなく、条文の読み込みを中心として解放力をつけるための過去問演習を併用します。でただその割合は初級者であれば7対3、中上級者であれば8対2くらいでいいと思います。あくまでも条文の読み込みを中心に時間を取るべきです。ということは逆に机に座って勉強する時間が取りづらい人でも担当対策は十分にできるということです。10分20分を大切にコツコツと条文の読み込みを進められる人が担当合格できる人です。まあ、実際私ね、自分の事務所の隣に座ってた子がね、担当から受ける受験生だったんですけど、結構まあ遠くから通ってるっていうのもあるんですけど、そんなに早く仕事上がれないので時間がないってずっと言ってたんですよね。で、まあ、本当に通勤の時間往復2時間ちょっとぐらいと、であとお昼休みの時間を半分くらい勉強の時間取ってましたけど、それだけで担当は受かったんですよ。要はその音声データを聞きながら、まあ、時にはその過去問を電車の中で解いたりとか、そういうこともしてたみたいですけど、基本的にやっぱり担当の勉強って細切れの時間でできるものなので、論文と違ってまとまった時間が必要だじゃないとできないってものではないと思うので、そういう時間をやっぱりすごく大切にできる人が担当合格はできるのかなと思います。で逆に時間かけられない、もうそれすら時間をかけられないんだったら担当は無理です。担当っていうのはかけた時間分ある程度比例して点数は取れるはずなので、その勉強法が間違ってるとかそういうことで絶対に受からないものではないんですね。もちろんその方法が間違ってると長くかかるってことはあるかもしれないけど、論文と違ってそのセンスだとかその方向性がガチッと合うからパッと受かるとかそういうものではなくて、やっぱり頭の中にいかにちゃんと知識を残せるかっていうことなんですよ。ですからやっぱりそういう細切れの時間をやっぱり大事にされたら担当は強くなるかなと思います。でやっぱりそこに書いてるようにインプットとアウトプットの割合を絶対間違えないことです。中上級者で30点台をずっと足踏みしてる人に限って過去問を大事にする傾向があります。もう2年目や3年目だったら過去問なんかいらないんですよ。もう解いてるんだから十分に、もうとにかくやっぱり条文の読み込みをしっかりすべきなんですね。でその割合を間違うとやっぱり担当は受かりません。そこが多分一番の私は問題だと思っています。中上級者の一番の問題だと思っています、で次に、過去2のところですが、上記の分析の通り、条文プラスアルファが試験範囲といってもほとんどが条文からの出題ですから範囲を広げることなく有限にして完成度を高めるということが大切ですと。で完成度というのは知識を点で得るだけでなく面でいくということが大切です。まあ、なので今年のその中上級のね、私のそのコースの特徴がまあそこなんですけども、中上級者なんでもう一通りやってますから、肉の2のところで44条の話をしても全然ついてこれると思うし、変な話国際数学の話を入れてもついてこれるはずなんですよね。41条の話をいきなりしても大丈夫なはずなので、築城で見るんじゃなくてやっぱり出題範囲を全部網羅しながら進めるっていうことを中上級のクラスではやっていこうと考えています。これはレックの講座の中では割と画期的だと思っていますけど、私ももともと担当が得意だったわけではなくて担当が得意にした方なんですよね。でそれはどうやってしたかっていうと、やっぱりそういう、まあ、その条文の攻略の方法、まあ、自分で単行本なんかも書いてますけど、もう杓子定規に1条からやるのは絶対ダメだっていう考えなんですよね。だからやっぱりそのコラボしてやった方がいいもの、ちゃんとその組み合わせでやった方がいいもの、そういうことを考える。でもう本当に最後点で詰めるものは最後に持っていく、そういう感じでやります。ですからベーシックの担当基礎力完成講座だと1条からやりますよね。でも中上級なんだからそんなことは逆に無駄だと私は思っていて、それはもう最後に回しますよ。早速雑速罰則はね、やっぱり補正や特許要件中間処理で審判訴訟、ね、国際っていう形で面で見ながら解いていく系統の問題からやるっ
ていうことを重視してやっていきたいと思っています。で、次に3つ目ですが、論文的な勉強が担当知識を増やす、定着させることにつながりますと。特に高得点を取れる人はそういう傾向にある。だから担当の勉強だけをして受かる人もいるんですけど、そういう人に限ってやっぱり結構ギリギリボーダーだったりするんですね。で、45点以上取ってくる人はやっぱりある程度論文も並行してやれてる人です。まあ、さっきの分析結果見ても分かるように、論文テーマからかなり出題数が増えてますので、そういう意味では事例化された時に分からなくなるっていうことは絶対避けたいですよね。ですから引っ張り時期というのはもちろん大事なんですけど、どこまで引っ張るかは大事で、担当受験するのに4月や5月までやるべきではありません。それはもう絶対だと思う。ですから私もよく自分がエルゼミを担当してる時にね、エルゼミって5月くらいまであるんですよ。だから担当受験者にはもう4月に入ったらもう出てきたらダメっていうふうに禁止してました、で、それがまあ特に本人のためになるしね、答案見てれば担当の勉強が進んでないことは当然わかるので、だから担当受験をするのにそういう論文の勉強をどこまで引っ張るのかっていうことは本当に大事なことなんですね、だけども逆に年内12月までは絶対論文の勉強を引っ張るべきです。中上級者であればそれが担当の勉強になるし、担当だけ受かることが皆さんの目的ではないはずですよね。もうせっかくここまで来て、ね、ベーシック終わってる状態なんであれば、中上級者であればもうあと1年で抜けることを考えなきゃいけないです。段階的に考えたらダメ、担当と論文は一気に抜けることを考えなきゃいけないです。なので、年内はそれをうまく並行できるようにやっていきたいと思っています。で、うちのクラスは1年目のベーシックからうちのクラスの方だとね、短期その時にこういうスケジュール表っていうのを毎週配布していたんですよね、週に1回で。中上級者のコースでは、どうしようかなってすごい悩んでたんですけど、担当のコース生に対してスケジュールを中上級者用に作ることにしました。で、パンフレットの中にちょっと見本が載せてあるんですけど、論文の勉強を一緒に並行できるようなスケジュールにしてます。だから担当の勉強の欄と論文の勉強の欄があって、担当の勉強にちょっとリンクしたような形の論文の勉強をこう入れていくっていう形にしますので、あまり私は自分のクラス制に関しても我流みたいなのをあまり好まないですね、私の考えとして。で、それはやっぱりその役割分担として、私たちやっぱり予備校のその人たちっていうのはそれをやっぱりプロとしてやってるわけなので、そこはやっぱり任せてほしい部分なんですよ。どの時期に何をやってどう進めていくのかっていうことはやっぱり私たちが決めるべき役割だと思っていて、で、それに対して取れる時間を取り、実際実施していただくのは皆さんの方なので、うまくやっぱり役割分担ができることがすごく大事になりますから、そのやっぱり一つの役割の果たし方としてそういうスケジュールの配布で、あと論文担当の条文の読み込みに関してはこの N プロシートっていうもので、どの部分の条文を読まなきゃいけないのか、覚えなきゃいけないのかっていうことの指示シート、これは2年目の講座でも使っていこうというふうに思っています。はい。で、最後にですね、担当免除が切れることのない担当の受かり方をしてほしいと考えています。もちろん一期合格を目指します、論文の勉強を進めていく以上は。でも現実に結構ね、やっぱり多いパターンとしてはボーダーギリギリとか、ギリギリじゃなくても4法で勝負してこなかった結果、論文を書けるだけの知識を備えてないで担当ボーダーを超えてくると、そのまま論文受からないんですよ。だから担当の受かり方っていうのはやっぱり論文合格に非常に強く結びついてくるので、点数でいうと、45点ぐらいを目指しますけども、4法は8割ここ超えてこないとやっぱり十分な論文は書けないし、論文の合格率はやっぱり高くなってこないと考えてください。ですから皆さんが次目指すのはボーダーを超えることではなくて、4法で8割全体で少なくとも43点、目指せば45点ですね、それぐらいを目指して十分に論文を突破できるような担当の受かり方をしていただきたいと思っています。
はい、でまあ、いろいろ、ね、今年まあ、論文と担当と両方私の方で担当しますので、うまく、まあね、両方を担当できるということのメリットを十分に、ね、享受していただけるようなシステムを考えていますから、しっかり、まあ、もう来月開講になってきますけども、ついてきてください。そしたらね、来年、まあ、今年のようなね、辛い思いはせずにですね、一緒にまたね、合格を喜びたいと思っています。はい、じゃあ今日の、講義はこれで以上となります。皆さんお疲れ様でした。